これは私の魔導書が人間体になった。ん？パパ様、ママ様、パパ様、ママ様。で、お前さんは誰だ？好きに名前をつけてください、パパ様。そうか？じゃあリリスに似ているからリリムで。あらた、そんな。はあ、リリム。旦那様に子供ができたと聞いてやってきたわ。はにゃ、私のこともお母さんと呼んでいいのよ。はい、私のママ様はママ様だけです。うん、難しいのね。それで旦那様と先生の子供でいいのね。ああ、まあそんな感じだ。よくありません。お兄さん、今すっごい魔力が。よー、ゆいもお兄さんと子供作る作る。待て待て、作ってない作ってない。そうなの？リリー先生との子供じゃないの？違いますってば。彼女はママ様。リリス、娘でもいい気がしました。わーい、ママ様。ああ、どうした？何やら不浄な気配がありましたか。また何か。おい兄ちゃん、ルリス先生、二人にそっくりな子供なんて作ってたのか。やっぱりそうなんですか。やっぱりってお前、リリス、リリムが可愛いのは分かったが誤解されてるぞ。私としたことが教師たる自覚を失っていました。しかしどういうことなんだこれは。なあ忍者、なんか知ってるか。あ、気づいてたっすか。いや、忍者ならいるかなって。期待に応えられたようで何よりっす。リリス先生の魔導書が新田さんの魔力を吸って人間体にってことっすかね。そんなことより、新田さんとリリス先生がどこまで進んでいるかが気になるっす。どこにも進んでない。さてと、落ち着いたことだし風呂でも行くか。そうだな、今日は私も入ってやるよ。おう、頼む。いきなり意志を持ったというのも不思議な話ですよね。なあ、魔導書の二人から見ても特別なことだったりするのか。はい、私とソラはもともと原本たる魔導書があって、それは最初から意志があったりしましたから。知ってるか、私の原本はボインボインなんだぜ。マジか、それぜひ見てみたいな。パパ様。そっか。リリムさえよければいつでも一緒にお風呂に入りましょうね。はいです、ママ様。こうして見てると本当に夫婦みたいっすね。ですね、なんだか和みます。私も旦那様と夫婦プレイがしたいわ。ユイも奥さんごっこやりたい。まったく不浄なんですから。